アブドラービン・ナーセルビン・ハリー・ファール・サーニーはカタールの政治家。2013年より2020年まで同国首相を務めたカタール王族のサーニーや出身首相就任時点で既婚5人または6人の子供がいると報じられている寡黙と言われるアブドラーはカタールの原始長タミームの遠い親戚 カタールの第二大首長のムハンマド・ビン・サーニーの子の代から分かれている。アブドッダーは、ムハンマドのヤシャ語アフマドのヒコ、ハリーファの孫、ナー・セルの子。アブドッダーは、1984年に、イギリスのダラムにある、ダラム軍事カレッジを卒業し、警察学の学位を受ける。1984年、内務省警察士官に任命される。1985年、 警察の救出部隊に加わる。1995年にベルートアラブ大学を卒業し、立法学の学位を受ける。その他、ヨルダン、エジプト、サウジアラビア、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなどで警備やテロ対策の訓練を受けた。その後、カタール軍に入隊。2002年7月1日から2004年6月9日まで、特殊チャン部隊の指揮官。 2004年9月に順庄に昇進。2005年2月15日内務担当国務大臣に就任。2006年に首都ドーで行われた2006年アジア競技大会で警備委員長を務めている。2010年には首長の指摘顧問。2011年には特別顧問として紹介する報道が見られる。首相就任の数年前から事実上の内務大臣と見られていた。 カタールでは2013年6月25日、首長がハマド・アール・サーニーから息子のタミームに変わった。翌6月26日、タミーム首長はアブドラーを首相に指名、内務大臣を兼務させた。首相に抜擢されたのは、アブドラーが宗教色が薄いため、サラフィー主義勢力など特定の宗派と結託しないであろうこと、及び、 ダミー無主張同様軍人出身だからという説がある。2020年1月28日、首相を辞任。ありがとうございます。